瀬川亜美です。ドスドス、よろしくお願いします。皆さん、カエルの解剖の授業って受けたことがありますか？私の中学校でも理科の授業でカエルの解剖をやったことがあるんですけど、私それが本当に嫌で、ある日理科の授業の前にカエルの解剖が嫌すぎて気分が悪くなっちゃったんです。だから保健室に行ったんです。保健室休んでると同じ班のしおりが様子を見に来てくれたんです。アミ、大丈夫？解剖やばかったよ。でもレイナ怒ってたよ、アミがサボったって。レイナは小学校から一緒の子なんですけど、中学に上がった頃からなんでか私に当たりが強くなったんです。だから私もだんだんと苦手になっていってしまって、でも今日はみんなカエルの解剖が嫌なはずなのに私だけサボってしまったみたいになったから、後で謝ろう、そう思ったんです。昼休みに解剖したカエルの霊を鎮めるために近所の神社に行くんですけど、私が保健室から戻ってきてみると教室には誰もいませんでした。仕方ないので一人で神社に行ったんです。しばらく歩いていると鳥居が見えてきて、反対側から同じ班の子たちが歩いてきたんです。あのさ今日の授業なんだけどって言おうとしたら、レイナをはじめとしたその班みんなに無視されたんです。その中にしおりもいたんですけど顔を合わせてくれませんでした。でもその後にしおりが戻ってきてくれて、アミ、さっきはごめんね、レイナまだ怒ってるみたい、アミを絶対許さない、呪ってやるって。レイナちょっとやばくない？そう言われました。私嫌だなって思いながらもその後の授業を受けて、放課後はどこにも寄らずにすぐに家に帰ったんです。家に帰ってベッドでゴロゴロしながら、うわ明日学校行きたくないな、どうしよう、そんなことを思ってたら部屋の中でで誰かが咳をしてるみたいな、そんな音が聞こえたんです。え？って飛び起きてみると、自分の部屋のドアの前で何かがいるんです。それ四つん這いになった女の人なんです。大きく広がった五本の指、髪はびしょびしょ濡れていて、口は左右にニコって上がってるんです。ギョロッとした目はキョロキョロと何かを探してる。その目の動きがだんだんとゆっくりになっていって、ピタッ、それと目があったんです。ギョロッ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 、ガチャッ、お母さんも入ってきたんです。パッてもう一回見てみると、もうあの人いなくなってました。私暗くて顔は見えなかったんですけど、なんだかあれカエルみたいだな、そう思ったんです。もしかして私が今日授業に参加しなかったから解剖されたカエルの霊が私のところに来たんじゃないかな。私中学生だったのでそんな風に思ったんです。その日は心の中ですいませんすいませんって何度も謝って、なかなか眠れませんでした。次の日朝学校に行ってすぐにレイナに謝ろうと思ったんです。でもその日レイナ来てなかったんです。仕方ないので放課後にレイナの家に行って、ピンポーン、何のチャイムを鳴らしてもレイナ出てこないんです。でもドアの向こう側から
ガタガタって物音が聞こえるんです。ついつい気になってしまって、鍵も開いていたこともあってドアを開けてみたんです。長い廊下の先にレイナがいるんです。四つん這いになって、髪はびしょびしょに濡れていて、地面にポタ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 水が落ちてるんです。ギョロッとした目は今にも飛び出しそうなんです。うわっ！って私昨日のこと思い出して思わずドアを閉めちゃったんです。でもドアの向こう側からはゲロ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 、そう聞こえていました。私あの時呪われていたんでしょうか、それともレイナが呪い返しにあったんでしょうか。これは後から分かったことなんですけど、中学に入ってすぐの頃、しおり、私がレイナの悪口を言っていると嘘を広めていたそうなんです。しおりがなんでそんな嘘をついたのかはわからないですが、些細な嘘でこんなことになってしまうこともあるので、皆さんもお気をつけください。ありがとうございました。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイバーイ。